相手してくれない。あーすごいね。はい、私は今奄美大島のここはなんていうとこでしょうか。住用町というところにありますマングローブ茶屋の田本さん、はい、と一緒にこれからカヤックの体験をしたいと思います。カヤックは、昔、釧路湿原でやったことがあります。経験済みです。多分大丈夫でしょう。さあこれから本番行ってまいります。はい、カヤック乗りました。浮いてます。いやー、はーい、危ない危ない危ない、揺れる揺れる。動くと左右に揺れてしまいます。ではこれから行きますよ。はーい、真ん中辺に来ました。この辺大渋滞してます。ちょっとももさん、ももに隅に、もう、あ、逆光ですね。ももに隅にね、もうぶつかってくるし大変ですよ。私は足虫刺されるし。でもすごく綺麗です。ご覧ください、景色。あ、私が映っても仕方がない。はい、こんな感じ。川の狭間になります。なかなか自分で動画を撮りながら、漕ぐのは難しいですが非常に楽しいです。後ろの方は海になっているみたいですね。さっき、知り合いにお会いしましてびっくりしました。こんなところで会うと思いませんでした。後ろで鷲見さんがもう大変です。この人あっち行ったりこっち行ったり。ここはマングローブのトンネルです。なかなかいい子に立たでしょう。マングローブを見る、カヤックの旅、どれぐらいかかりました？1時間半乗ってるか、乗ってです、うん、1時間半ぐらいかな、乗ってです、はい、やり遂げました。何が一番きつかったかというとお尻が痛い、あと日差し、はいはいはい、でもこの時期だからまだ、ね、この時期だからまだいい方です。はい、はい、とてもいい経験です。ぜひ奄美大島にお越しの際はですね、カヤックで体験していただいて、マングローブ茶屋さんをどうぞ一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。待ってます。